松島の動画を上げていたので、ぜひそちらの方も見てください。今日はね、奥松島に行ってきたんですけど、その帰り松島に今寄ってます。イカを食いたいなと思って、イカをっていうか海産物をね、ちょっと食いたいなと思ってきてます。今日はなんか岩手県からたくさんの修学旅行生が来てますね。日曜日なんだけどね、たくさん の岩手県から の子供たちが修学旅行に来てますね。中学生かしらね、ちょっとわかんないですね。大きさがちょっとわからない。身長のなんか結構いっぱい来てますよ。観光バスで岩手県の方からなかなかいっぱい来てますね。日本三景ですよ、まあ島いいですね、本当にね。はい、先ほどの奥松島に続いて今度は松島に来ました。松島の五大堂です。今日はね、岩手県からの修学旅行生がたくさん来てますね。いっぱい来てますよ、ほら。そうそう、この透かし橋って言われているのがこれですね、透かし橋。透かし橋、これ下の方を見ると、まあ、もうちょっと行くと海が下の方に見えるっていう、こう透かし橋っていう、あちらの方も透かし橋になってます。大道今日の松島は学生さんが多くて、海外の訪問客がほぼゼロですね。松島でございます。一望できるでしょうか。松島の島々ね、日本三景の一つとなっております。遊覧船がたくさんあります。この辺りはもともと松島水族館というね、水族館があったところでしたが、津波の後、まあちょっと頑張って復旧をしたんですけども、経営的に困難ということもあって、松島水族館のはなくなってしまいました。まあ、今は仙台海の森水族館というね、水族館になっていますけどもね、もともとこの辺でしたけどね、もう今じゃ水族館の面影はまるでないという感じでございますね。懐かしいですね。もう何年ぐらい経つんですかね、松島水族館もなくなってからね。うちの奥さんはね、さっき水族館があった時の方が懐かしいと言ってましたよ。まあね、結構水族館の中で遊園地があったりとか、面白い、水族館であったのを覚えております。三重県松島離宮となっております。もともとここは松島水族館があった場所でしたけども、今は全然、違った施設が建っております。スタバとかね、あとは宮城県の物産展みたいな感じで商品が並んでいたりとかね、あとは中で屋外で、バーベキューなどを楽しめるということも書いてありました。ワンデーチケットもね出してます。